ビスタ望遠鏡とは、地理のパラナル天文台に設置されている、格子や反射望遠鏡である。合計4.1メートルの反射鏡を備えており、近赤外領域の装填望遠鏡としては、建造時点で世界最大である。2009年12月に、欧州南天天問題によって、科学運用が開始された。構想、開発は、 ロンドン大学クイーンメアリーを中心とする英国の大学コンソーシアムによる。英英祖への加盟協定の一環として、英国が現物出資した施設の一つで、英国科学技術施設会議が出資している。唯一の観測装置であるバイルシムは3トンの重量があり、赤外域で感度の優れた特性の検出器を16機備え、総画素数は6700万ピクセルに上る。 第2世代の観測装置として2400個の天体を一度に分光できるファイバーフィード型天体分光器4モストが2020年の設置に向けて作成されている。ビスタは肉眼で見える光よりも長い波長で観測を行うため可視光の放射がゴミ雲に覆い隠されてしまう低温の天体や宇宙の初期から長い年月をかけて 膨張宇宙を伝播したことで赤型変異を起こした光など、可視領域ではほぼ不可能だった天体を研究することができる。早朝のセロパラナール山頂とその手前に設置されたビスタ。夜のビスタ。ビスタは近赤外波長で南天の想天観測を行っている。このようなサーベイは科学的成果を直接得るのと同時に、 より大型の望遠鏡で詳しく調べる天体を選び出すためにも行われる。他にも同様のプロジェクトが2つあり、ハワイにあるイギリス赤外線望遠鏡の講師やカメラは北天の赤外装填観測を、チリの VLT 装填望遠鏡は南天の可視光装填観測を行っている。ビスタプロジェクトは1999年に英国の18大学からなる。 ビスタコンソーシアムによって開始された。資金は英国政府のジョイントインフラストラクチャ、基金からと素粒子物理学、天文学研究協議会から出資された。予算規模は5500万ユーロである。コンソーシアムは建設サイトとして地理の数箇所を検討し、最終的にヨーロッパ南天天文台が運営するパラナル天文台で超型望遠鏡から1500、 メートル離れた副山町を選んだ。設計と建設の技術面は英国天文技術センターに一任された。2年後の2002年、英国は映像に加盟するにあたって、ビスタを加盟料の一部として現物出資することにした。コンソーシアムによる進行と収益に続いて、科学技術施設会議が英国を代表して、映像への引き渡しを行い、 全加盟国の天文学者が利用できるようにした。2010年から始まった Vista のサーベイでは、ダークエネルギーの性質から地球近傍小惑星の危険性に至るまで、今日の天体物理学における最も刺激的な問題の多くが扱われている。Vista では大規模なパブリックサーベイが6件行われている。Vista の稼働開始から5年間は、観測時間の大部分がこれらに当てられた。 これらのサーベイは多くの転域を異なった深さでカバーしており、広範な科学的問題の解決に寄与する。それぞれのサーベイの詳細については、ASO のウェブサイトに置かれた Vista Cellbase や Public Cellbase Projects のページで見ることができる。Vista から最初に公開された画像の一つ。炎星雲と呼ばれる NGC2024 と隣の馬頭星雲を写したもの。 ビスタは、オリオン大星雲の若い星々が行う、高速の得意な活動を明らかにした。ボックグロビュールを有する、日型星雲。ビスタは、このようなゴミの多い星形成サイトの観測に、向いている。ビスタによって観測されたロ、ザギンガダン。ビスタは大型で、視野も広いため、弱い光源を検出すると同時に、広い天域を素早く観測することができる。 一枚のビスタ画像は広さにして満月の約10倍の天域を占める。大きな成果を収めたニマスのような既存の赤外、装点観測より40倍優れた感度で難点全域の天体を検出してカタログ化することも可能である。観測力の向上は肉眼からガリレオの初代望遠鏡への変化に匹敵するもので、 多数の新しい天体が発見されて、難点の希少なエキゾチック天体のカタログが格段に充実すると期待されている。ビスタの観測は天文学の多くの分野に寄与すると見られる。銀河系内の観測では、新しい褐色矮星が数多く発見され、ダークマターの正体に関する学説が検証可能になると期待されている。 時間を変えて一つの天域を撮影し続けることで銀河系の中の変更性を大量に発見、観測しようというサーベイがある。天文学者はビスタのデータを通じて銀河系の構造をはるかに詳細にマッピングできるようになる。銀河系の近くに位置するマゼラン雲とその周辺を観測するサーベイもある。ビスタデータを用いて観測可能な宇宙全体の 約5%に及ぶ 3D マップを作成する計画もある。また、Vista は遠方のクエーサーを発見したり、銀河や銀河団の進化を研究するための強力なツールとなる。非常に遠方の銀河団を検出することで、ダークエネルギーの性質を調べるのにも役立つ。BBB サーベイでは、赤外観測を通じて、星団やケフェード変更性までの距離が精度よく測定され、 宇宙の距離はしごの増強につながった。最初に公開されたのは、炎成分の画像だった。よく知られた、オディオンザナ以外に広がる、ガスとゴミからなる壮大な星形成雲である。この天体は、中心が厚いゴミの雲に隠れており、可視光で見ることはできないが、赤外域での撮影により雲の裏にある、若く厚い星のクラスターが可視化された。 ビスタカメラの光子屋像には、輝きを放つ NGC2023 や、名高い馬頭成分のもやもやした形状も、捉えられている。ビスタが捉えた、微麗な成分画像には他にも、オリオン大成分や、日型成分がある。渦は、約1350光年離れた、オリオン大成分を、ビスタ赤外線装天望遠鏡で撮影した、光子屋像である。 ビスタの視野が広大であるため、星雲全体が周辺に至るまで単一の画像として記録されている。また赤外域での観測のため、通常は見通せないゴミの多い領域の奥深くに隠れた若い星の興味深い活動が明らかにされている。渦は BBB サーベイで撮影された赤外線画像である。被写体は、いて座内にある約4000から5000光年離れた星の 神聖実室で、日型星雲と呼ばれている。ビスタは、銀河系外の深部を観測することもできる。渦に示す例は、ロザ内の銀河団の集合写真である。ビスタの広い視野により、印象的な棒渦巻き銀河 ngc ュイシ365や大型の大円銀河 ngc ュ399をはじめとする複数の銀河が1枚の画像に収められている。スペクトルの 近赤外線域にある ZJKS の3フィルターを通じて撮影した画像を再構成したもので銀河団を構成する銀河の多くが捉えられている。図の右下には NGC1365 が、左方には一群のかすかな球状星団に囲まれた NGC1399 が見えている。画像の広さは、 1> 約1度1.5度で走路出時間は25分である。広い電域をシーイング限界まで高めた解像度で繰り返し撮像するという目標を達成するためユニークな設計の光学系が採用された。主鏡は直径4.1メートル、小天光経費 F1 の応面総曲面鏡である。 厚さ17センチメートルのメニスカス形状で中央に開けられた1.2メートルの穴にカメラを収容してカセグレン商店に置く。ドイツのショット社がゼロデュアから製造し、モスクワのルズスが研磨と修正を行った。同種の形状でこれほど F 値が小さい鏡としては世界最大で研磨には予定より長い2年の期間を要した。主教は背面十一基。 ー沿イに24機のエアシリンダーに指示されており、コンピュータ制御で形状を変えることが可能である。副鏡は直径1.24メートルの突面、双極面鏡である。これら2つの双極面鏡を組み合わせた構成は、純ッチクレチアン系となる。合成回値は約 F3 だが、2つの鏡だけによる画像は質が低い。副鏡は六脚の課題に取り付けられ、 こちらもコンピュータ制御で位置調整やティップティルト補正を行うことができる。搭載された赤外線カメラはラザフォードアップルトン研究所英国天文技術センターダラム大学からなるコンソーシアムによって製造されたもので約3トンという世界最大の重量を持つ。望遠鏡とカメラは合わせて一つの光学系として設計されており、 検出器にシャープな像を結ぶにはカメラに備えられた3枚の射や補正レンズが欠かせない。赤外線カメラの運用では望遠鏡本体やドームからの熱放射を遮断することも重要である。Vista では射や補正レンズの前に設置された一連の冷却バッフルがその機能を担っている。さらに副鏡は主鏡変円部からの反射光を受けないよう小さめに作られているため、 周縁に近い検出器であっても視境外の高温物体は視野に入らない。このため、結像面のどの点から見ても、開口部の小道は3.7メートルに制限される。検出器とバッフルを冷却するカメラの真空クライオスタットは、長さ2メートル以上、入射窓直径95センチメートルにする必要があった。検出器の直前には、 赤外領域の特定の波長域を選択するためのフィルターホイールが設置されている。結像面には直径1.65度に相当する広さにわたって16機の赤外線検出機アレイが設置されている。核アレイは1個あたり20マイクロメートルサイズのピクセルを2048-2048 20個備えている。 焦点距離12.1メートルとバッフル開口計3.7メートルを合わせると焦点比は3.26になる。アレイの間には隙間が開いており、キャップ幅は2方向それぞれにアレイ幅の90%と50%である。従って1回の露出で得られるのは動物の足跡のように点々と切り抜かれた像に過ぎない。隙間を埋めて一般的な点の画像を作成するには、 場所をずらしながら最低6回の露出を行い足跡画像を組み合わせて大量を作る必要があるカメラの画像面には破面検出器も備えられており主鏡の形状及び副鏡の位置やティップティルトの制御に用いられるこれにより任意の高度で鏡のたわみを補正して焦点のあった像を作ることができるビスタのエンクロージャ建屋は山頂を造成した平坦地に 補助建て屋と共に建造された。補助建て屋には主教を洗浄、剥離、コーティングする設備が備えられている。コーティングはアルミニウムでも可能だが、通常は赤外線特性の優れた銀が保護膜付きで用いられる。エンクロージャは固定基部が回転可能な鋼鉄製ドームを支持する構造である。スリットは左右にスライドして開閉する。 ドームには通気性を高めるための扉が備えられ、スリットの一部を覆う風貌もある。日中のドーム温度は夜間と同じ温度に保たれる。4.1メートルサイズのビスタ主鏡が光学検査を受けている。重量3トンのビスタ赤外線カメラが望遠鏡の前に吊り下げられている。エンクロージャ内部。別々に撮影された隙間の多い足跡画像を6枚組み合わせることで、 タイルが完成する。天の川中心部を写した9ギガピクセルのモザイク写真。落成後のビスタは Aso が引き継いだ。Aso はパブリックサーベイを6件採択し、観測時間の75%を充当した。残りの時間はプロプライエタリサーベイに振り分けられた。観測はパラナル天文台に所属するオペレーターが VLT 制御旨から遠隔で行う。 検出器アレイが大型であり、また赤外域では短時間の露出を繰り返し行う必要があることから、データレートは1番あたり200から 300GB と高くなる。現場のパラナル点問題でも日常点検のためにデータ処理を行っているが、基本的に生データはそのままドイツのガーヒングバイ、ミュンヘンにあるエー s 本部に転送され、アーカイブに加えられる。 ユーザーは一連の天文学的、工学的キャリブレーション処理を経て、危機由来のアーティファクトも除去された足跡画像を受け取ることができる。またデータアーカイブは、英国のビスタデータフローシステムにも複写され、そこで足跡のタイル化とソースカタログの作成が行われる。ありがとうございます。